長泉町の小中学校で給食に地元の特産品四つ溝柿が振る舞われました。先が尖ったハート型で四方に浅い溝がある四つ溝柿は栄養価が高く長泉町の特産品として有名です。昨日は町内すべての小中学校の給食で町の柿農家が丹精込めて育てた四つ溝柿が振る舞われました。こんなに美味しい柿がこの世の中にあるんだってぐらい美味しかったです。地元の人たちのおかげでこの美味しい四つ溝柿が長泉の特産物でいられるんだなと思いました。子どもたちは地元で採れた秋の味覚を堪能していました。